じゃがバターじゃがバターは、加熱調理したじゃがいもにバターを添えた料理。茹で、焼く、蒸すの加熱調理を施したじゃがいもにバターを添えた簡易な料理。飲食店によっては、バターの上にパセリが振られていることもある。居酒屋や祭りの屋台などで供されており、レトルト食品もある。屋台で売られる場合には、コストの関係から、バターの代わりに、業務用の缶入りマーガリンが用意され、 必要量をジャガイモの上に取るセルフサービスが取られていることもある。ジャガイモの一大生産地であり、バターの原料である地中の飼育数も豊富な北海道の各家庭ではおかずやおつまみ、おやつとして供される。付け合わせにイカの塩辛、醤油、塩、砂糖などが添えて食される。居酒屋では焼いた酒のほぐしみや、 加熱調理されたトウモロコシなどを一緒に挟み強することもある。じゃがいもをよく洗い、竹串が抵抗なく通る程度まで柔らかく加熱調理する。調理の方法は、塩ゆで焼くふかすなど様々である。加熱したじゃがいもにバターを添える。皮はついたままの場合も、むく場合もある。また、加熱調理の後は好みにより、フライパンやオーブンなどで焼いて、 焦げ目をつけることもある。他にも、電子レンジトラップを用いた方法など、調理方法は多様である。ありがとうございます。